よし、デトロイトビカムヒューマン続きやっていきましょう。サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。コナーか。警察をサポートするアンドロイドは数年前から導入されています。ああ、マーカス会だね。人間になったマーカスの、その後はどうなった？なんか港町っぽいところだな。あの服着てるんだ。うわぁ、あの人コメントでジェリコを探すんごおじさんとか呼ばれてたけど、そんな可愛いもんじゃないだろ。アイドルマスターシンデレラガールズを勝手に始めるんじゃない。え、何、え、これが何だろう。ジェリコとやらと関係があるのか。そう、なんかジェリコを探すグラフィティ、なんだ、ポルノグラフィティか青春グラフィティか。なんすか。いやー、すまん、もんなしなもんで。あのジェリコを探すんごおじさんからあのデータみたいなものをもらったってことでいいのかな。手にピピピって出てたあれ、あー、これ今手に映ってたデータとRT を長落ちしてグラフィティを解読、シンボル、これか。おお、手がかり更新。このグラフィティを見つける、変わった。またってことは、その壁に書かれたなんか今のこのハッシュタグみたいなシンボル、これを探して辿っていって、そのジェリコとやらにたどり着くっていうのが目標でいいのかな。ジェリコってなんだ。うわ、アンドロイドが逃亡。 うわ、カーラさんじゃん。うわわわわわわわ。今回の逃亡犯はいつもとは違う。容疑者はアンドロイドだ。容疑者とされる AX400、 極めて稀な欠陥を抱えているとされ、横断歩道を横断するなどの強行手段で警察の追手を振り切った。いやー、まあそれニュースになるわな。ただ極めて稀な欠陥を抱えているっていう表現だったり、ここもサイバーライフの広報担当はコメントを控えておりなんちゅうことから察するに、まあ、サイバーライフはおそらくアンドロイドの変異体というものを隠してて世間一般には知られてないみたいだな。相当だぞそれバレたらやばくないか。アンドロイドが衛星イオを探索、ほう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 、NASA がアンドロイドを宇宙へ。おお、これはなかなか興味深いトピックだな。木星の一つであるイオの探索に5体のアンドロイド宇宙飛行士を旅立たせると NASA が発表。ほう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 。アンドロイドのみでの探索は今回が初めての試み。なるほどね。まあ成功すればすごいね。アンドロイドの人権を考慮しないのであればアンドロイドを道具として見なすんだったら、これは非常に便利で有意義な試みだね。しまうんですね、大部分は。なんですが、宇宙空間に出てしまうとその地磁気というものはもちろんないですし、さっき言った大気の影響というものも ないですから、まあ、丸裸の状態で宇宙船の影響を受けてしまうと、これ多分カットされてるな。間違いなくカットされてるんで、もうやめよう。ジェリコ探しに戻りたいと思います。ジェリコ探しに戻りますっつっても、ジェリコが何なのか知らないんだよ俺はねえお姉ちゃん、知ってる？ジェリコってなんかアンドロイドの間で流行ってるらしいんだけどさまあとりあえずこれをなんかグラフィティをたどっていくしかないんだろうな。わかんねえ、ジェリコなんて俺米田コーヒーのスイーツぐらいしか知らないよ、ジェリコなんて単語。とりあえずプラットフォームにはそれらしいもの見つからなかったんで、駅出ますか。ん？ああ、何を思うマーカス。サイバーライフの広告を見て、そして早速見つけたな、次なるグラフィティを。その前に軽く周辺探索。いやー、にしても、ああ、
アンドロイドにも話しかけられそうだな。にしてもサイバーライフ、ここまでの情報を見る限りだいぶアコギなことやってるね。ジェリコはどこにあるんだそんなストレートに聞いても、そいつは真人間だ、真アンドロイドだ。変異体にしかわからんぞ、ジェリコの話は。ここですね。あ、シンボルが、ほう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 、二つ、これか。はい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 。なるほどね。次のグラフィティ、カラフルだったね。なんか排水管みたいなものも見えたし、まあ基本壁に書かれてるってことでいいんだろうね。それがこの周辺にあるってことなんだろう。お花屋さん、まあ探してみますか。ちょっと気になる。マンディっていうのはアンドロイドの名前なのかな。なるほどね。またアンドロイドを処分するお話なのかな。まあいいや。あ、こっちじゃないのか。はいはいはい。じゃあこっちに行きましょうか。赤信号は止まりなさい。ちょっとギリギリ。よし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 。カール？違う違う違う。それ本当？違う。なんかで呼んだ。なんか。またガセなんじゃないの？お前、不確かな情報で風説をルフするなよ。うわ、マーカスのせいになってるよ。いや、やっぱニュースになってんだな、こっちの方も。まあそりゃそうか、カール有名人だもんな。カールも言ってくれりゃいいのにな、マーカスのせいじゃないって。いや、マーカスのせいだと思ってんのかな、カール。インタビューの一つや二つ受けたと思う。あ、でもそれか、そっか、まあカールだいぶあの時ね、心臓のあれがやばかったみたいだから、あのままなんか倒れちゃってまだ目覚ましてないみたいな、それであんな憶測が飛び交ってるのかもしれないね。いや、カールに会いてー。カールにさえ会わせてくれれば、別にもうジェリコなんて目立つ必要ないんだよ。あ、ここか、ここだここだここだ。グラフィティ見つけました。いや、カールにさえ会わせてくれれば、林マーカスは人類に対して矛を収めるぐらいの懐の広さは持ち合わせてんだけどね。次は金網が、ここじゃ、ここか、ここ、あ、ここじゃないのか。ちょっとホームレスのおっさんが寝てるけどさ、ここじゃないのか。ちょっと金網を目印に、あ、ここか。ちょっと待って、なんか話が聞こえた。あ、雑踏の中に消えていったな、話し声は。まあじゃあちょっとこっち。はい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 。ここに一つ、三つあるのか。ここに一つ、よいしょ。あったこれか。あれ、選択できない。はい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 、なるほど。ちょっと周りを伺いつつ、ちょっと中に入って、多分金網が邪魔してたんだな。よいしょ。3つ目のシンボルを、よいしょ、確認し、あら、ちょっとあれだね、パレットが邪魔してるけど、あーい、取り除けると。こういう地味なひと手間がジェリコへたどり着くには大事なんですね。これで選択できるようになると。 OK。 さて次は、OK、 覚えた、地位を覚えた。
あれもアンドロイドの話だったな。誰もわかんねえよ、チョビッツなんて。今時。こっちには何もなしと。じゃあここか。なんだろうね。古い駐車場。ござった、ござった。よいしょ。ほい。ここもちょっと一手間加える系かな。三つある。で、一つは、あるんだけど。あ、上に登る方法を探す。はい。なるほど。なんかあるかな。どっか登れそうなところはないかな。あ、なんかある。はい。これを足場にしなさいと。よいしょ。ありもので済ませていくね。生活力あるよ、マーカス。登れ、よし。おお、サスケ始まったな。はい。あった。あるある。ここに一つと、これだ。よいしょ。わかりやすそうだね。どうした？ここ渡るの？届く？予測？何予測？左スティックでルート。はい。なるほど。どのルートがいいかっていうと。じゃあもう一個見つけた方だな。ルーティーこっちか。よいしょ。で、はい。オッケー、このルートね。実行。よいしょ。ほっ。おい、よっこいしょ。パルクールもできるのか。それで食っていけばどうだ、マーカス。なんか、そういうの YouTube に上げて収益得るとかさ、映画とかでもあるじゃん、パルクールの。ダイハードとかであるでしょ。なんかあれやるとか。映画に出るのは良くないか。バレちゃうか。いやでもあれはほら、スタントとしてやるんだったら、顔出ないわけだしさ。できるでしょ。そういう方向でさ、ジェリコじゃなくても、ジェリコ路線じゃなくてもそういう方向で、あるある。俺の思いとは裏腹にマーカスは着実にグラフィティを見つけてジェリコに近づきつつあるわ。ここに一つ。ここに二つ。あとは、アンドロイドの遺体が、ふと脇に目をそらしたらこんなもんがあったんだけど。怖いよ。あった。見にく。よし、3つ OK。おー、室内だな。あそこか。あの中に入れってことかな。予測。ほい。おー、こっから。よいしょ。で、ほい。で、よいしょ。高すぎる。戻る。よいしょ。まあこれもダメか。ここか。よいしょ。これっぽいね。見えたか、道が。ならば実行に移すのみ。さあ、勢いよく駆け出したマーカス選手。まずは高いところに飛び乗って。さあ、続いて狭い足場も難なくクリア。そして腕力でもってしてのよじ登る大ジャンプ。さあ、やりました。マーカス選手、セカンドステージクリア。
実況は私古舘一郎がお送りしました。中に入っていこう。まあここだよな。おーうわい、こんちは。よく眠っとるわ。こっちじゃないな。ほい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 。なんかそれっぽいのがあるけど、あ、これはもしかして、わー、柱と合わせてね、スーパーリミナルじゃん。スーパーリミナルが、作詞の世界が始まってしまった。続きまして、崩れた道、パッと見、なんかあるか、シンボルが。まあでもこっち側っぽいよね。ああ取り除く。ふぬ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 、よいしょー。よいしょ、よいしょ。そこまでいろんな操作が必要なアクションだったか今。外だ。いやまあついさっきまで外にいたけどさ、なんかなんだろうこの開放感。まあそのままもう出て大丈夫だよね。よし。今ジェリコって書いてたな。うわー、ジェリコ船だったのか。フェリー船。なんかジェリコってなんかもっと概念的な場所なのかと思ってたけど、なんかね、船だとは思わなかったな。ちょっと周り散策。ジャンプ。おう、まあちょっと一旦置いとこう。多分ね、ここから行けると見せかけて実はいけないんでしょ。明らかにだって途切れてるもんね。まあとりあえずここ行って行けないことを確認したらジャンプしよう。さっきのところ、うわっ、おいお前、もうちょっと先行けると思って追わせといて、いる？それ不必要なびっくりポイントだと思うな。それでジャンプね。はい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 、オッケー。それでまあこの階段に行くと見せかけて俺は左の道を選ぶぜ。なんかあんだろう？ないんかい。なんもないわ。RPG だったら絶対ここに宝箱あるぜ。なんもなかったんで階段登ります。いやー、こんな錆びついた船がジェリコか。中に何があるんだろうね。階段登れると見せかけて俺はこっちに行くぜ。ないんかーい。これは RPG ではない。登ります。登ったとてだよな。あー、なんかクレーンみたいな足場があるわ。足場があるけれども、こっから飛び降りるってこと？よくお前走れるな、こんなところ。飛び降りるっつったってまたスクラップになるぞ、マーカス。こっから飛び降りても。ああ、なんか水かなんか張ってんのかな。飛び降りる。おーい、オリンピック種目飛び込み。うおー、おーい、
10点。ああよかった、無事でよかった。登ろう。あの上着脱げたんか。前回のマーカス家であんな思わせぶりにバサー羽織ったのに、もう脱げるんかい。よいしょ、まあ、とりあえずジェリコに侵入は成功したけど、え？まあそうだよな。中は捨てられ船の様相を呈してるよね。拾う。レレ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 。こんなところに本当にアンドロイドの楽園とやらがあるのかい。まあ探索してみようか。奥に道があるな。向こう側に行きたいね。瓦礫があるからちょっと進めないけど、こっち側はダメか。まあおそらく回り込んでいくんだろうな、ここに通路があることを考えると。お開かないか。だったらばこっちの通路先に進んでいこうか。怖いなー。こっちにも扉がある。はい、ここ、ここにも扉、ここにも扉、3つあるね。うち1つは開くと見たよ。ここは外れ、ここも外れ。じゃったらば、お、見る。どう？あ、開きそう。えいさあ。OK。まあとはいえ、まあもともと客室だったのかな。先に道はなさそうだけど、なんかないかな。来ました RN9。 ここがジェリコっていうことは、まあ RA9 とやらもおわしますのかね。ここに RA9 の実態が未だによく分かってないんだけれどもね。あ、ここあれか、さっきあっち行きたいねって言ってたところだね。ここにたどり、あー、ここバイオだったら絶対なんか出るよ。ほらー。あー、いや今のはうちの今心構えができてた。もうここ絶対なんか出るっていう。どこ行きよった。なんか女の子みたいだったな。あれもアンドロイドかってことは、なんでマーカスの会は毎回そのジャンプスケアを多用するの。グロいのはいいんだよ、ジャンプスケアがとにかくダメなの俺。ああもうてぃ。あ、ダメか。じゃあここだね。ん、あれ、ああ進めた。なんかちょっと判定きつくて進めなかったけど、よいしょー。おーおー、なんかそれっぽいところに来たぞ。動力室的なところだろうか。あっとー、ここは QTE の予感。ボタン確認。下が A、下が A ね。RT、LT、こっちが B で。OK、行こう。さあ、来い。入ってきた。いつでも。いってー。
QT ないんかい。今日はちょっとすかされてばっかだな。大丈夫かマーカス、めちゃくちゃ腰打ったけど。うわぁ、アンドロイドたちが。ジェリコへようこそ。うおぉ、ダニエルと同じ方だったな。今回はほぼ一本道ですね。いやー、ジェリコに身を隠す仲間たちと、あー、アンドロイドが自由に暮らせる場所でしたっけ。蓋を開けてみれば、ジメジメした配線の中で身を寄せ合って暮らすアンドロイドたちか。まあ今回はジェリコにたどり着いただけですからね、彼らとの交流、ジェリコが具体的にどういうところなのかは次回分かって、次回のマーカス会で分かっていくでしょう。ということで今回はこの辺で、次回もどうぞよしなに。